さあ、若宮ゴールデンラッキーに来ております。はい、お久しぶりですね、デンパさん。お久しぶりです。あれ、髪切った？あ、切りました。タモリさんみたいな感じですか？自分で切った？切ってないです。自分でじゃないんだ。切ってないです。そっか、はい、さあ、今日は何でしょうか？はい、ちょっとあの皆さんには今夜のちょっと僕からの、うん、ちょっと、チャレンジをしてもらいたいなと。ほう、デンパさんからのチャレンジ、はい、と言いますと、まあこの放送が8月4日深夜というところで、もうすぐ8月7日花系の日というところで、花の刑事で実践をしていただきたいなと。で、その刑事で実践して皆さんが、全員でプラス収支を、達成していただければ、ちょっと僕からご褒美がありますので、ぜひちょっとこれに挑戦してほしいなと。どんなご褒美ですか？ご褒美の内容によって頑張るか頑張らないか、やっぱりお前頑張っても一緒だろ。3人のトータル収支がプラスになればいいってこと？そうです。お一人ずつ1万ポイントで、立ち回っていただきます。1万ポイントで、はい、花の刑事？厳しいね。厳しいですよ。だから俺たちもチームプレーで誰か当たった瞬間、うん、やめる？やめる。まあ立ち回ると、うん、その時は考えて、はいはい、なるほどね。そうですね、その手がありますね。メイさんはちょっと最初打たないで、うん、なんで？え、どういうこと？最初の30分ちょっと当たる可能性がある2人が最初に。なんで？なんで？その後どう出るかが。いや、嘘でしょ。そこ初めから参加させてくださいよ。初めから行くか、じゃあ。やっぱそこはご褒美次第で、はい、頑張るか頑張らないか決まるので、はい、ご褒美教えてください。ご褒美はですね、うん、こちら若宮ゴールデンラッキーさんから車で約5分ぐらいのところにある、うん、日の丸食堂さんというところのお店の絶品の親子丼を皆さん。おー、食べたいな。いいでしょ、この親子丼とかワクワクするでしょ、うんうんうん、それいいですね、食べ物いいです、はい、もちろん買ったらですけども、皆さんの分ご用意してますので、はい、はい、じゃあ花の刑事で、はい、今日は勝利目指して頑張っていきましょう、はい、やるぞ。あ、今回の実践舞台は佐賀県佐賀市にあります若宮ゴールデンラッキー。4パチ、1パチ、20スロの3レートには最新台、人気台がずらり勢ぞろいしていますよ。さあ、ご褒美を目指して全員一丸となって頑張りましょう。花の刑事で、どのキャラが一番？やっぱ刑事かな。刑事？ちょっと普通だね。で、誰が好き？松風。松風かい。松風が一番かっこいいって。そこ選んでいいの？ずるくない？そんな話はどうでもいいから頑張ってくださいよ。来い。あー、このカットインは弱いかな。あー、いやー、なんかこういう緑は弱いね。やっぱ赤じゃないとちょっと難しいかな。やばい、もう私半分切っちゃった。Let's go.
て。さあ、剣坊さんに。何をやってんだよ。明日は死ぬかもしれないってのに、そんなじゃ俺できねえじゃねえかよ。やはりというか、なんというか、めいちゃん頑張ってください。しかし剣坊さんも連チャンが続いています。これはもうご褒美もらえちゃうんじゃないですか。次じゃ。
んが食べれるかどうか。まあね、食べれるでしょ、もうもう当たってるから。ここでタイムアップ。見事ご褒美の親子丼ゲットです。結果発表。よいしょ。まあもう分かると思いますけども、はい、おめでとうございます。やったー。イエーイ。超嬉しい。まあ、先ほどお話しした、日の丸食堂さんの、親子丼になります。で、商品の説明が、日の丸食堂さんの、隊長からちょっとご説明を、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前が、はい、ノードミと言います。ノードミさん、はい、この親子丼なんですけど、はい、鶏がこの半生、半生です。あの朝締めなんで。朝締め、はい、朝締めたやつをそのまま直送で持ってきてもらって、でお昼にはもう届くんで、それをもうお昼の段階で半生で提供できる。新鮮だからこそできる。もう何ならお刺身でも食べられるよ。お刺身でもいけるんですけどもね。贅沢にちょっと出汁をし染み込ませてお召し上がりください。もう見ただけで美味しいですもんね。じゃあもう食べなくていいよね。見ただけで美味しいならもう食べなくていいじゃん。やっぱね、舌で感じた。何もしてねえ。何もしてねえじゃん。舌。それでは手合わせてください。いただきます。いただきます。美味しそう。どうぞ。いただきます。いい感じ。いただきます。美味しい。うん、やべ、超おいしい。柔らかいですね。そうですね、それが特徴です。鶏肉柔らか、うん、しかも卵も、うん、程よく固まった部分と、うん、卵かけご飯状態の部分。そう、ちょっと半熟みたいな。おいしい。超おいしい。これペロっていきますね。ペロっていく、うん、よく連れてきてくれたね。ですよね、うん、というか今日は健坊さんのおかげとお二人言ってもいいんじゃないですか。あなたたち何もしてないんじゃないかなと。本当だよ。でも当てましたよ。いや、お礼の一言もないんだけど。ケンボーさん、うん、ありがとうございます。本当思ってんだ。帽子を取れよ。ケンボーさん、うん、ありがとうございます。よし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 、分かりゃいいんだよ、分かりゃな、分かりゃいいんだよ。よし、食え。超上から。すごいなんか今日一の笑顔見た気がする。今日、うん、実戦で花のケージを打ったじゃないですか、うん、で今度8月8日に東京で花系の日のイベントがあるんですよ、うん、それにちょっと私行かせていただけることになりまして、そうなの。そうなんですよ。ちょっともう今からワクワクしてるんですけど。その模様は、その模様はあのご覧いただけるようになってますので、うん、すごい、はい、ぜひこちらの方も楽しみにしていただければと思います、うん、いや花のケージ最高でした。はい、うん、楽しかったですね。楽しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今週はここまでです。また来週お会いしましょう。さよなら。いやー、健坊さんのケージの連チャンすごかったっすね。そうですね、うん、結局何連チャン。9連チャン、うん、ねえ、あっという間にね。まあ、で、ミカちゃん、ケージといえばミカちゃんですけど。あー、そうですね、はい、8月8日に東京の汐留で、うん、花のケージファンが集まるイベントがあって、そこにちょっと行かせてもらえることに。いや、花のケージファンなの？それ私の方が適任だと思うけど。君には仕事の依頼が来なかったんだよ。やっぱりザキさんなんだよ。その、映像がプレイガイド TV でも流れるわけですよね。はい、楽しみだな。頑張んなきゃ、責任重大。そうだよね。どうしよう。ザキさんなら大丈夫だよ。頑張ります。頑張ります。姉ちゃんじゃ無理だけど、ぎこちないのだけは本当にやめてほしい。お前が言うな。